綺麗な卵、米粒みたいな大きさです。ご視聴ありがとうございます。アグニドケンカブトムシ坊主です。よろしくお願いします。今日はですね、あのサタンオオカブトのちょっとあの卵取り産卵セットの、ね、割り出しやっていきます。さてどうなってることやら。でもね、あのケースの後ろに一応卵はね確認できてはいるんですよね。ほら、でね、そのまま置いとこうかなと思ったんですけど、なんかね、日に日にメスが暴れてね、卵潰してるのかわからないんですけど、無精卵かもしれないんですけど、裏に見えてた卵がね7個ぐらいあったんですけど、今日見たら4個ぐらいしかなかったんですよね。なんかべちょってなってる感じで、なんかちょっと踏んで潰してたら嫌だなと思って掘り出ししてます次第でございます。とりあえずあの後ろのやつが取りたい。この後ろのエッグたちが、おいしょ。後ろエッグ、いたメスちゃんですね。まだ元気そうですね。さあ何個あるのかな。うわ、どうなんだろう。無精卵がね、なんか毎年っていうか、あのヘラクレスの時もそうだったんですけど、多いんですよね。行きます。綺麗な卵生まれてくださいよ。めっちゃ綺麗。これちょっと潰れてる感じ。あ、大丈夫だ。潰れてる感じですね。やっぱりメスが暴れて潰すのかな。結構底の方に産んでますね。硬いのが好きなのかもしれないですね。米粒みたいな大きさです。なんだろう、こればかりは浮かしてみないと分かりません。状態に関しましたね、卵の状態に関しましては綺麗ですね。さっきあったよ、あ、これか。ちょっと素手で触れないように。で1週間ぐらいかな、いや違うか、6日かセットして6日目なんですよ。さあ、もっとあるか。そこが、そこの方だな、固まって。そこにしか産まないのかな。そんなことない。この辺とかないですもんね。
ないね。あ、ほらほらほら、これこれこれ。これ多分潰れてる。外から見えてたやつだ。厳しいよね、これ。どういうとこ。これも外から見せた卵かな。無事に孵化してくださいね。ないところにはないですね。今度ちょっと加水してからセット組んでみます。はい、ってことですね。とりあえず1回目はまあ良さそうな卵だけ数えると 1,2,3,4,5 5個ですね。5個、なんとも言えない感じですね。これが全部孵化してくれたら嬉しいんですけど、さあどうなることやら。一応見落としがねあるかもしれないですね。確認も兼ねながらやっていきます。でね、結構ねマット湿らしてもいいかなって思いまして、今回はちょっとね湿らしてみます。はい、追していきます。結構低温なんでマット自体もかなり冷たいですね。エアコンをガンガン効かしております。よし、前回よりは潤ったぞ。こんな感じ、ギュッと握って水は出ないけどかなりいい感じですね。はい、さあ今回これがきちっと出るか今日と出るかですね。じゃあ組んでいきます。そしたらこちらのね容器ですね。これ台ですね。なんだ、クリアスライダーじゃなくて小林シャッターの台。小林シャの台にやっていきます。はい、ちょっと下に置いてね、床に置いてめっちゃ固く詰めました。そしてあとはふんわりですねかけていきます。こちらも5センチぐらいにしようかな。
いたい。はい、こんな感じで、ここがめっちゃ固めの層で、ここがふんわりの層で、ここにメスちゃんを入れていきます。まだ産卵モードになってますかね。ちょっと起こしてしまったんですけど、途中で。とりあえずゼリー食べとく？とりあえずゼリー食べとくか？いいよ、食べといても。はい、で、ここにね、100均の網網のネットをね、切って、あとで入れてあげます。はい、知らず今回はこのセットでやっていきます。前回はここまでねマットいっぱい入れてたんですよ。だいぶ減らしてみました。いや楽しみです。で、そこの方に卵が見えたらまた割り出します。はい、ということですね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。